その少年飛行兵は死に急ぐと、うん、だから死ぬなと言われたらで、まあ差別って叱られるかもしれないけれども、歩兵は1000五輪で来ると、貴様たちは1万5000円かかってんだ、うん、そのことを忘れるな、死ぬなと、そういうふうに教育されたですね。もともと日本人というのは死に対する美化といいますか、死に対する恐怖心をなくするような伝統があるわけですよね。だから特攻になってもですね、するのが当たり前だというような気持ちになってですね、だからそれほどショックを受けてないわけですよ。だから私も3回出撃命令もらって3回とも中止になったあれですけどですね、だからただ気持ちではあまり動揺してないつもりなんだけども、出撃前になるとですね、一番最後の食事の時には食事が取れないんです。だから日高がですね、出撃前に飯を食わないで、行ったというのが嫌なもんだから、だから台湾だからもう水かけてですね、それで茶碗に流し込んだというような食事をしたのしたですよね。だーっともう何百隻分がね、おるわけですからね、それを突っ込んでいくとね、もうそれはもう雨あられる弾がね、必ず無傷いことはまずないんです。ただ致命傷のところに当たっとるか当たってないだけのことで、ね、普通だったら突っ込んでいけんですよ。その時の気持ちいうのはやっぱり言ったもんでないとわからんと思います。要は我々は軍人ですよね。まして15歳で志願したわけですね、その頼まれたわけでも親が行けてきたわけね、さっきの皆さんの言葉のように親にも黙っていっちゃう、それに今正義感っていうんですか、燃えて、それで職業軍人ですから、戦争が始まって志願したとか終わったら帰るんだという予備とは違います。一生それで過ごすんだ、まして軍国商人でしてね、さっき川島君で言ったように、まあ特攻で死ぬだということが全然まだその頃はなかったですよね。ただ大空に憧れたということで入ったわけです。ただ我々の死生観ってよく私も方々で聞かれるんです。どこ行った時の心境はどうですかと。で、私も何も言うことないんですね。ただ私軍人としての使命じゃないと、それを我々は責任感があっただけだと、それで私多くは語りませんでした。でもこういう機会を得まして、まあ、皆さんの戦友が集まっていただきまして、私の演出をいただきまして、いろいろ運動してきて、でやっぱりみんなに使えなくちゃいけないのかな、でやっぱり今までの映画見てますと、なんかしまいには平和というものがあって、もちろんそうですけどもね、先ほど言われたように、なんかかわいそうだ、気の毒だっていう言葉が出てくるわけです。兄弟でもそうです、かわいそうだったとか、私たちよく若い者を集めて言うんですが、かわいそうだとか神様だとかって言ってくれるんだと、命令に対する暴毒だと、あの時は我々は進んでやったんだと、で軍人としての使命、それはやっぱり国家に尽くすという、ね、親兄弟のために死ぬ、それはどこの国でも同じだと思います。ある日出撃の前にですね、大西長官がね、その私たちと一緒に見えてですね、で時たまその関西駅の空襲があって、ボンボンボン流れ弾がそばへ来ると、で我々はその大西長官を囲むようにしてですね、長官危ないから防空壕へ入ってください、防空壕といってもロマン銃でのような小さな防空壕ですね。その時に長官曰く、長官より君たちの方が大事な体だから君たち先に入りなさいと、と言って我々をそのロマン銃のような防空壕の中に入れてから、長官はその上を見て艦載機のね攻撃方法をじっと見ておられたと。あ、この人は立派な肝っ玉の太い人だなと。と同時に、私長官より私たちの体の方がこの戦争に対しては大事であるというようなことを言われて、その自分は矢面に立つというようなことをされた。じゃあこの長官のためなら我々は喜んで命を捧げてもいいんだと、というような気持ちになったですよ。もうほとんど陸軍でももうパイロットは全部がこの特攻作戦には大反対でした。で最後まで大反対したんですが、結局ね上層部の連中がいや特攻やらなきゃダメだ、
それで結局も強制的な命令で特攻やれと。だからね、体当たりしなきゃ、もう帰ってこれない、帰ってこれないというか、もうそこで死ななきゃいけないという状況にしてしまいましてね。ただ一人おりましたよ、例の佐々木伍長、はいはい、私の部下だったね、バンダ隊という特攻隊の。これはね、絶対体当たりしなかったんです。3回攻撃行って、最後3回とも爆弾落として帰りましてね。それでもう出撃する、次に出撃する前にはもう必ず参謀が寄ってたがって、おい佐々木、今度は体当たりして見事に戦してこいよって、みんな集まって言ってるわけですよ。だからバカなこと言ってやがると。で結構ね、戦果上げてますから、そんなこと黙ってりゃいいんですよね。まあそういうこともありましてね、特攻作戦にまつわるもういろんな嫌なことは随分ありました。しかしね、若いそういうパイロット連中のほとんど全員はね、まあよくやってくれましたね。結局ね、終局的にはみんなほとんどが突っ込んでいきましてね、卑怯な振る舞いをしたなんていうのはほとんどおりません。 My message to them is that they should read about the kamikaze. Those people deserve the rewardOf among the heroes of the world, both from the Axis and the American allies, no one can equal the kind of courage, determination, and heroism than the kamikaze people. For one big difference, while it is true that everybody expect to die when you go to war, and you are brave because you don't mind if you have to die, none of those brave people really know that they will die now. But in the case of the kamikaze, when they flew, they know they were going to die. In fact, they will kill themselves for the sake of the country, and nobody can pardon it. That's why they should be honored.They should be remembered, and the Japanese people should be grateful for them, because they symbolize the fiber and the strength of the Japanese people that make them today, despite the two bombs dropped in Nagasaki and Hiroshima, they are a world power because they are people who fightsLike、the kamikaze. 戦争に負けてしまった、で死に損なった、申し訳ない、その気持ちが戦後いろいろ今までの長い間につきまといましてね、死んだ連中に恥ずかしい思いは私たちとしてはしてはいけないことだというふうに思っているのにかかわらず、今の現状はとにかくおかしな国になってしまっている。しかしおかしな国になってしまっているけれども、いつかはこれは反動で元に戻るだろうと。今私が死んで亡くなった戦友のところへ行くときに、三途の川を渡ってみんなが迎えてくれたときに、何と言って説明したらいいんだと。説明のしようがないと。もうちょっと長生きさせてもらって、少しは様子が変わったときに死にたいなというのが現在の心境で、